現代の革命家ピエンの執事恐るべしです。過去最高の視聴率を更新したというところが目の前転びました。おっと、ここで古代の記憶を思い出したか、幸せいっぱいの花嫁の命を刈り取ろうという動きです。誰、行きました。やはりずれています。右手に握られているのはペンライト。始まっていました推しのリサイタルです。これでは飛ぼうにも飛べません。投資です。トレーニングをせずにはいられない体になってしまいます。完全に宗教です。来ました、愛の告白。この女やり手です。当たりも外れも景品は全てプロテインというこの敵や、握らすことができないという状況を作った上でじりじりと炙っていこうというところです。さあ、地獄の鬼ごっこの始まりか。ここでまたしても座っていきました。気づかぬうちにマトンステーキになってしまうのか。あとはこんがり焼けるのを待つのみです。ここで一気に押し込んでいったのはオレンジ。さあ、得点なるか。決まりました。ここで勝ち越しです。大声で叫んでいきます。しかし微動だにしません。先ほどから気になるのがかき氷屋さんの存在です。自ら落ちていきました。ネキチが笑っています。そしてトロボは虫取りに失敗。先に目線をそらした方が負けです。一つ空の下ということには変わりがありません。ピエン、この恥ずかしいところをローランがうまくカバーしています。この瞬間にふんふんしおいました。今すぐ人数分のカルピスウォーターを用意してほしいところです。ケケメタルな別の雪見大福が気になるといったところでしょうか。現実は非常なものです。新郎新婦もろとも餓死を待つしかありません。これは昼夜が逆転した大学生、大型連休中の社会人たちです。モニコにモニコといったところでしょうか。間髪入れずに虫網で何度も何度も叩いていく。かなり埃っぽくなっていますが、瞳の潤いが心配です。フリカンは完璧か。さあ、行きました。しかし返り討ちです。目標にしているのはマイナス20キロです。過去は脂肪分が少なく低カロリー、食べても OK か。